フリードリヒ・フェールは、ドイツの画家である。カールスルーへの美術学校の教授などを務めた。バイエルン州シュバインフルト郡のベルネクで、行商人の息子に生まれた。ビュルツブルグの高校で学んだ後、ミュンヘン美術院で学んだ。ビュルツブルグ出身の画家、マルティン・フォン・バグナーの遺産で創立された財団からの奨学金を受けて1885年から1890年の間はイタリアに留学した。1890年にイタリアから戻った後、ミュンヘンに住み、シュミット・ロイテとナウエン、ポール・ナウエンと市立の美術学校を開き、エミール・ノルデやクララ・ベストホフといった有名なアーティストもこの学校に加わった。1897年に結婚した。1897年からカールスルーへの美術学校で教え始め、1899年の4月から7月は、ミュンヘン芸術家協会の女性のための絵画教室で教え、その年からカールスルーへの美術学校の教授になり、1923年に美術学校が改組されるまで教授を続けた。この時のフェールの教えた学生には、ルキアノビッチ、ヴィラデミア・ルーキアノビッチ・フォン・ザボチン、ヴィルヘルム・ヘンフィング、ラインケンやアレクサンデル・カノルトがいる。1904年から1919年の間は、カールスルーエに作られた女性のための美術学校、マレリネンシュル・カールスルーエの教授も務めた。引退後は、バイエルン州のポリングで暮らした。カールスルーエの広場に作られた噴水のモニュメントに、カールスルーエゆかりの14人の芸術家の一人としてデザインされている。ありがとうございます。